エドウィン・エルピディオ・エンカーナ・シオンは、ドミニカ共和国、ラ・ロマーナ出身のプロ野球選手。ウトウミギウチ、MLB のシカゴ・ホワイトソックス所属。愛称は EE、e、ドミニカ共和国で生まれたが、後に、家族で、プエルトリコのカグアスに移住し、高校時代までを過ごした。現在、一家は再び、ドミニカ共和国に戻っている。2000年の MLB ドラフト9巡目で、 テキサスレンジャーズから指名され、プロ入り、シンシナ・ティレッツ時代2001年6月14日に、ロブベルトのトレードで、ルーベン・マテオと共にシンシナ・ティレッツへ移籍した。2005年6月24日にメジャーデビューを果たすと、7月に、レギュラー三塁手のジョーランダがトレードされたため、以降は、レギュラー三塁手としてプレーした。69試合に出場し、打率23、232、9本塁打。 31打点、3盗塁、16二塁打をマーク。2006年は三塁一種のレギュラーとしてメジャーに定着。117試合の出場で打率。276、15本塁打、72打点、33二塁打をマーク。しかし、25失策を記録し、守備面での課題が残った。2007年は2年連続で打率。270.15本塁台上を記録した。 トロントブルージェイズ時代2009年7月31日に、ジョシュ・レネキー、ザック、スチュワートと共に、スコット・ローレントのトレードで、トロントブルージェイズへ移籍した。2010年は、手首の故障の影響で、低打率に苦しんだ。7月には、ィーフとなると、マイナー契約となり、トリプル A 級ラスベガスフィフティィテワンズに降格となった。シーズン終盤に復調し、 最終的に96試合の出場ながら21本塁打を放った。オフに再びディーフとなるとウェーバー工事を経てオークランドアスレチックスへ移籍した。しかし475万ドルの高額年俸がネックとなリアスレチックスは条件提示をせずそのままノンテンダー FA となった。12月16日にブルージェイズと1年250万ドルで再契約した。 2011年は三塁手としての出場が減り、一塁手や DH としての起用が増えた。5月29日までは本塁打例だったが、後半戦は復調した。シーズン終了後にオプションが行使され、2012年もブルージェイズでプレーすることが決まった。2012年も指名打者や一塁手としての出場となった。シーズン中盤にチームメートで主砲のホセバティスタが、 故障離脱するが、その後は変わるかのように本類打を量産。結果この年は本類打、打点、安打、得点で自己最多の成績を残したほか、84支給を選んだ。さらに、出塁率、超打率でも自己最高を記録した。7月12日には3年2700万ドルで契約を延長した。2013年は、 開幕前の3月に開催された第3回、ワールドベースボールクラシックのドミニカ共和国代表に選出された。同大会では主に一塁種で出場しチームの初優勝に貢献。自身も一塁種部門でベストナインを獲得した。レギュラーシーズンでは打率272、36本類が104打点を記録し、2年連続で35本類だと100打点の ラインをクリアした2014年5月8日のフィラデルフィアフィリーズ戦でに本塁打を放ち通算200本塁打を達成5月29日ハーモン・キルブルー・アルバート・ベルに次ぐ歴代3人目となる月間5回の1試合複数本塁打を達成この月に放った16本塁打は5月の月間本塁打数としてはミッキー・マントルの1956年の記録に並ぶ アメリカンリーグ最多タイ記録となった。7月には2年連続でオールスターに選出されたが、選出後の7月7日に、左足の大体いい4頭筋の故障で15日間の故障者リスト入りした。8月15日に故障者リストから外れた。故障の影響で出場試合数は128試合に止まったが、3年連続で30本類が90打点をクリアし、手法として、 チームに貢献した。2015年は一塁一種のジャスティン・スモークが加入したため、主に指名打者として起用された。146試合に出場し、打率。277.39本類が111打点という成績を収め、4年連続で30本類だ。90打点をマークした。ジョシュ・ドナルドソン、ホセ・バティスタと35本類が110打点取りを結成した。 しかし、エンカーなし音が、あと1本類だ放てば40本類だトリオとなるところだった。2016年も前年と同様、指名打者と一類種のレギュラーで常時出場し、自己最多の160試合でプレー打率は2011年以降では、ワーストの263に終わり、138三振も自己ワーストだったが、 4シーズンぶりの40本超えとなるリーグ3位タイの42本塁打を放ち、127打点を記録した。最終的には、ボストンレッドソックスのデビットオルティーズとタイで、自身初の打撃タイトルとなる、アリーグ打点王を獲得した、ボルチモアオリオールズとのアルホワックでは、11回裏に、さよなら3ランを放ち、チームを、ディビジョンシリーズに導いた。オフに、 球団は1720万ドルのクオリファイングオファーを提示したが、11月14日に拒否し、FA となった。クリーブランド・インディアンス時代2017年1月5日に、クリーブランド・インディアンスと3連総額6000万ドルで契約を結んだ。同日中に入団会見が行われ、同時に第4回 WBC のドミニカ共和国代表への不参加の意思を表明した。 シーズンでは開幕戦から本塁打を打った。7月25日のロサンゼルス・エンゼルス戦では延長11回裏にサヨナラ満塁ホームランを放った。主に DH として155試合に出場して打率。258.38本塁打、107打点の成績を残した。2018年7月15日のニューヨーク・ヤンキース戦で右腕に死球を受け、 翌日以降も出場していたが、8月12日に故障者リスト入り、最終的に137試合に出場で打率、246.32本塁が107打点を記録、2018年12月13日にインディアンス、シアトルマリナーズ、タンパベレーズ間で成立した三角トレードによってマリナーズへ移籍した、2019年6月9日のエンゼルス戦でに、 本塁打を放ち、通算400本塁打を達成した。2019年6月16日に不安定と金銭でのトレードでニューヨークヤンキースへ移籍したことが発表された。背番号は30で、今年の基本給である2000万ドルを昨年オフのトレードで、レイズが500万ドル、残りのシーズンの1500万ドルをマリナーズと、ヤンキースが接伴し750万ドルずつ支払う。 移籍後は主に指名打者として起用されていたが、8月3日のレッドソックス戦で右手首に支給を受け骨折したために故障者リスト入りし、1ヶ月離脱した。シーズン通算では109試合出場で打率。244.34本塁打、86打点を記録し、自身8度目となる30本塁打を放った。10月31日に球団が延長オプションの 放棄を発表したため FA となった。2020年1月9日にシカゴホワイトソックスと1200万ドルの単年契約を結んだことが発表された。オプションとして2021年シーズンは球団側が選択権を所持し背番号は23レフト方向の打球がメジャー強さ51%と高いプルヒッター。このため相手チーム側は レフト側に極端に偏ったシフトを敷くことが多い。レッツ時代は三類種で失策が多かったため、ファンの間では失策と名前の頭文字、ポジション番号から、イいゴの愛称で呼ばれていた。ミルブ MLBMLB ドミニカ共和国代表、ありがとうございます。